In ancient times, the current Mount Herbalus was called Mount Smer. The ancient Sumerian civilization was born on the south side of Mount Smer. On the other hand, in the Orient, the most sacred mountain of all the sacred mountains is widely claimed to be Shumisen or Mount Shumi, and it is generally known that Shumisen or Mount Shumi is somewhere in the current Himalayan mountains. However, I, Hiroshi Hayashi, claim that Shumisen or Mount Shumi is Mount Elbus or マンス・マン古代においては現在のエルブルス山はシュメール山と呼ばれていました古代シュメール文明はそのシュメール山の南側で 生まれまれした一方東洋では生産中の生産といえば「趣味線」「趣味線」ということになりますでその「趣味線は」は現在のヒマラヤ山脈の中のどこかの山であるということが一般的に知れ渡っていますが私林浩はその「 シュミセンとはスメール山、つまりエルブルス山のことではなかったかと考えています。広志林、ハメマシティ、ジャパン。話を進める前に、まず皆さんにその発音を確認しておいていただきたいと 思います。趣味趣味趣味そうみそうみそうみ 趣味線趣味線趣味線。趣味山趣味山趣味山。ュメール、シュメール。 蘇梅耳、梅尔梅尔シュメールさん、シュメールさん、シュメールさん。シュモーシャン、シュモーシャン。 しも山。趣味線。趣味線。趣味線。趣味山。趣味山。趣味 心合わせは慎重でなければなりませんが日本語の趣味線は中国語の趣味線と全く同じですそしてその趣味線の発音はですねシュメール山シュメール山の発音とほとんど同じということになりますつまり名前音の点からしてもですねシュミセンイコール シュメール山と考えても何だおかしくはないということになります。Hello, this is Hiroshihayashi, Hammam a City, Japan.What is Buddha for humans? ミステリーオブ of Mount Smell 人間にとってブッダとは何か謎の趣味線。趣味線の謎について考えてみます。趣味線の趣味というのはもともとはスメールという言葉だそうです。古代インドの宇宙観ということになっていますけれども、趣味世界の中心にある鉱山を趣味線と言いました。仏教ではこの趣味線説を踏襲しており、 今江戸時代にはこの趣味宣説が広く日本に広がったというわけですそしてそのこうした模型まで作られています青木正則さんの文をそのまま紹介させていただきます で、この趣味線というのは本当にあるのかあるとすればどこにあるのかこれはハーフェイ・クラフトという方の書いたブッダという本です。大変衝撃的な内容を持っています。まあ、これがペルセポリスですね。ペルシャのまあ中心地ということになります。で、このペルセポリスにブッダの父親がいました。そしてブッダはこのペルセポリスで生まれました。 ま、中央にいるのがダリウス王です。ブッダの父親を追い出した後、自ら紀元前522年の7月1日に位に着きます。まあ、そのペルセポリスにはこの碑文が残っているんですね。で、その碑文を解読して、先ほどのハーベー・クラフトという人が本を書きました。そしてそこには驚くべき事実が書かれていました。まあ、結論から言いますと、 この中にブッダの父親の名前、そしてブッダ自身の名前もありました。で、それを翻訳していましたので、どうぞお読みください。まあ、この中にですね。ブッダと直接つながる人物の名前があったというのです。 父親の名前は、ストダーナ・ガウタマ。ということなんですね。そしてその息子が、いわ,いわゆる私たちがブッダと呼んでいる、シッダルタ・ゴータマということになります。で、マヤというのは人間でしたから、シッダルタ・ゴー,マはゴータマはですね、二分の1ハイブリッド、2分の1人間ということになります。この碑文の中に出てくるセッダ・アルタ。 セッタ・アルタがシッダ・アルタになったというわけです。シッタは解放者。アルタは宇宙の真理。すなわち、セッタ・アルタというのは宇宙の真理の解放者という意味になります。そして、父親の名前はスダーナ・ゴー・タマ。このスダーナ・ゴー・タマが、シャ家族との家系とつながっているということですね。 で、まあ、ガウタマ。これは、あくまでもダリウス王の碑文ですから、えー、ダリウス王はですね、ガウタマをまあ滅ぼして、自ら蔵についたという意味で、えー、ガウタマをひどく悪く書いています。そして、まあ、ダリウスの碑文によればですね、えー、ブッダの父親の、父親ですね、 カンブジャという王から位を奪い取った。そして、その、まあ、カンブジャという王がですね、エジプト行ってる隙に王に、王の位についた。すなわち、ゴーダツと位置づけています。その、息子が知ったらだ、ゴータマというわけです。というわけですね。で、ダリウスは、グアバテから王座を奪い、バビロンで王座についたことになっていると。 まあそうした碑文が解読され、そして本になったというわけです。で、ここでマギというのは出てきますけども、星見る人とイコール、まあ、王ということになるわけです。で、ここで知っておられたゴータマは、いわゆるマギの中心的な存在であったと。となりますと、ミトラの誕生に駆きつけた三人の聖者、博士というのは、その中の一人は、ブッダ自身ということになりますね。 で、ガウタマは星を見る人、すなわち、まあ、スターゲイザーであったというわけです。で、ガウマタ、ガウマタ、ゴータマというふうに、まあ、ネパール、インドの方では呼ばれるようになったということになります。マギというのは、要するに、マジシャンのことなんですね。で、マジックのマジックも、そのマギから来ているというわけです。 そして、哲学的にも、ガウタマは慈悲深い哲学者であり、博愛主義者であったと。まあ、その精神はやがて、ブッダの精神となって生かされるわけです。で、ガウタマは自由を支持し、人権を支持したと。で、寛大であったと。そういうふうに考えていくと、ガウタマとゴータマは同一人物であったということになります。 そして知ってれたゴウタマは武士階級の地位を失う象徴として自らの髪を、髪の毛をすり落としたとあります。まさにブッダですね。が、まあダリフスは当然のことながらガウタマをですね、まあ悪人扱いするわけです。まあ当然ですね。そして自分は正当な王であると。 そのように主張したわけであります。で、ガウタマは、その、ダリウスに鎮圧されますけども、一年以上かかったと言いますけども、ガウタマは、生き延びたわけですね。そして、まあ、そのことを裏付けるようにですね、アケメネス朝ペルシャ市の中ではですね、まぎであったガウマータを、もやるダリウスの、が倒したと。そういうような記述も残っています。 もう一度簡単にまとめてみます。左がペルセポリスです。モヘンジョダルとギザをつなぐ新直線かほぼ新直線かにあります。これがペルセポリスです。そこにカンブジアという王がいました。カンブジアです。そして、 その後、カンブジャが出ますか、ダリウス王の碑文によれば、カンブジャがエリプトに行っている最中に、まあ、父親ですね、ストダーナ・ゴウタマはカンブジャの位を奪ったと。そして、それを、まあ、許せないと、ということでですね、えー、まあ、ダリウスが、ストダーナ・ゴウタマの地位を奪うと。で、ここでもう、 ブッダが生まれている,いるということですね。いわゆる、まあ、育わないカウタマとマヤの間に、いわゆる、シット、シタルタゴータマが生まれたということです。そして、その座を、ザ、ダリウスが奪います。このレリーフはですね、やはりペルセポルスに残っているレリーフですけども、右がアフラマズダ、左がダリウスということになります。王権のシンボルである、まあ、短冊のついた輪を、リボンのついた輪を、今、アフラマズダが、まあ、ダリウスに渡していると。まあ、こういう形で、えー、自分の地位を、まあ、 剣化したわけですね。となると、この足元で、はっきり見えませんけども、足で踏みつけられているのはスドダ、スドダナゴータマ、すなわち、ブッダの父親ということになりますね。で、ここで面白いことが起きるんですね。まあ、最初の王の、いわゆるカンブジャはですね、ここで、まあ、倒されたわけじゃないんですね。ブッダは、ルンビに逃げます。スドダナゴ,ゴータマと、それから、シッダあっゴータマは、ネパール。 の近くの岩のルンビネに逃げて、まあそこへ、そこ、そこで仏教を起こすわけであります。で、先のですね、王のカンブジャはですね、現在のカンボジアへと行ったと考えられます。そして、まあク,クメール神話によればですね、アンコール・ワットを創建したと。そういうふうにつながっていくわけです。で、仏教を広めたということから、まあ、カンボジアと ゴータマ一家はですね、敵対していたのではなくて、仲間だったということになるわけです。もっと言えば、ダリウスの陰謀にはまったということです。で、じゃあ、市民戦はどこかと言いますと、ダリウスの上に三然と輝くのが、ゾラスター教であり、アフラマウザーということになります。アフラマウザーです。となると、ゾラスター教の聖地、大聖地といえば、 エルブラスさんということになります。これがエルブラスさんです。このエルブラスさんについては何度も精査してきました。なあち、エルブラスさんがですね、ゾラス大峡の大聖地ということになりますと、ここで繋がるわけですね。ソダアナゴータマも、そしてシッタルタゴータマも、そして共通に ま、ダリウスも、それから、カンブジアも、共通に信仰していたのが、ゾロアスター教ということになり、その大聖地は、ゾロアスター教でいう、いわゆるエルブラスさんということになるわけです。大聖地なんですね。ということになりますと、スメール山というのは、エルブラスさんということになります。ナスカ理論でそれを証明してみます。ここにエルブラスさんがあります。そのやや下にアララート山があるんですよ。そして、ナスカに線を引いてみます。 そして、ナスカには、グランドクロスのすぐ、取られていますか、下にですね、ここです。このグランドクロスのやや、右上から左下に流れていく線が、ライン。これが滑走路です。ここに、エルブラさんを示すラインがあります。まあ、それにふさわしい線ということになりますね。縦線が、ポパカティ・ペティ、横が、エトフ。エトフ、この前、エジプト人に聞きましたら、エトフというのが正しい発音だそうです。エトフ。 まあ、要するに、このエトフ、これが今、エルブラさんから引いてきた線です。グランドクロスのすぐ下ですから、簡単に見つかります。皆さん、自身でご確認ください。ただ、この線はですね、非常に古くて、まあ、ぼんやりしていて、そして、破壊されています。が、しかし、高いところから見ると、このように線は確認できるわけですね。ということになりますと、結論は、こういうことです。 まあ、中央側にダリウスソその上にエルブラスソそしてその上にアフラマズダ、神の上の神ということになるわけですね。と、一番下に趣味線があります。趣味線信仰ですね。となると、趣味線で示された山は、スメール山。いわゆる私たちがシュメールという意味で言るあの、シュメール文化のシュメールなんですね。発音も字も同じです。そして、シュメール文化は、そのエルブラスソのふもと、いわゆる南側で生まれたということになります。 が、ここでですね、一つ誤解してはいけないのは、あくまでも地上のシュメール山、スメール山ということになるわけですね。シュミセンということになります。本当のシュミセンは、まあ、ブッダの教えによれば、はるか彼方の宇宙の向こうにあるということになります。まあ、天の神々は地球がやってきてですね、そして、ふるさとの名前をつけたというふうにも考えられるわけです。シュミセンの謎はまだまだ続きます。ということで、まあ、今日は、 しみせんの謎に迫ってみました。どうも最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。Bye for n o w h e l l o This is Hiroshihayashi and Atago Japan. in Japan.Afura Mazda in j a p a n w h o l e civilization started from here in Japan.This is a story about it with エビデンス、アタグさんより、こんな像の写真が届きました。正動性だそうです。まあ、手も変わってますけども、この顔に見覚えがありました。まあ、この像はですね、ブロンズ製で、今から、ま、2800年から 600年前に作られたものだそうですね。で、これが以前、やはりアタグさんから送っていただきました像ですけども、シュメールの女神、イナンナというふうに説明されています。で、ここに渦巻きがあります。渦巻きは神の紋章でもあったわけですね。で、同じ渦巻きの模様が長野県千野市で発掘された縄文のヴィーナスの ヘルメットの横にもついています。まあこれも縄文のヴィーナスがイナンナ、すなわちイシタールであるという証拠の一つということになります。長野県の伊那盆地で生まれ育ったイナンナです。で、ここにコーカサスという、まあ、言葉が出てきますね、地名です。で、コーカーサスには何かがあるということで今日は 調べてみました。まあ、コーカーサスっていうのは、国会とカスピ海の間の地域を言います。そして今現在のグルジア、アルメリア、アゼルバイジャンを、国々を言います。のあたりをですね。で、コーカーサスですけども、まず皆さんにコーカーサスを、がどこになるか知っていただきたいと思います。上の丸がコーカーサスです。下が、まあ、 シュメール、そしてバビロニアですね。さらに下に行きますとメソプタミアと行きます。そして少し前紹介しました、これがセルビアの、まあビンカ、カ歌、ンカ遺跡のあるところですね。で、今回、タグさんから送っていただいたのはコーカーサス、そしてシュメールの像、そしてビンカで見つかったこの像ですね。この像はそれぞれ、まあ、縄文のヴィーナス、そして仮面の女神と 一致しています。そして、この四角い枠の中に、マウント・エルブラス、エルブラス山があります。ヨーロッパでも最高峰の山です。そのエルブラス山。このエルブラス山は大変まあ、日本とも関係の深い山です。これがエルブラス山です。一番高いところに、 まあ、いつも点を取るようにしています。エルブラさんは、まあ、このふもとにアララトさんがあるんですけどもね、ノアの箱舟でよく知られたアララトさんが、まあ、あります。そしてこれがさらに、まあ、高いと言いますかね。このエルブラさんは言うまでもなく、ゾラスター教の大聖地です。聖地の中の聖地ということになります。この像、絵はですね、ペルセポリスに残っているアフラマザーの像です。その、 生産中の生産がエルブラス産ということになります。アフラマザーが住む山。そして、ゾラスター教の聖地。ザラスストラの、まあ、起こしたゾラスター教ですね。で、ナスカ理論で調べています。このエルブラス産からナスカの方に線を引いてみます。ナスカには直線があります。これがグランドクロス。と呼んでいる。 ま、第十字がですね、このすぐ、この下のところに、そのエブラさんからの線があります。簡単に見つかると思います。で、これがエルブラスラインですね。で、今、黄色い線がエルブラスさんから引いてきた線です。この線と重なります。もう一度やってみます。で、この星のところに立って、矢印の方向に、この線を見てみます。 90度、時計回りに回りました。この星マークのところから、この線を見てみますと、大変なんて言いますか、ぼやぼやっとしていると言いますかね、破壊されているのがわかります。が、しかし線はありますね。これが今エ、エルブラサンらの線を、ま、皆さんにお見せしているわけですけども、この線は他の線と違いまして、破壊されています。理由はわかりません。こうした線がと,ところどころにあるんですね。で、車の私のように見えますけども、 これは車の出しではありません。幅が合いません。で、もう一度この拡大してみますと、このあたりは、まあ線が破壊されているんですけども、これは特にエルブラスターの線、まあ右から左へ来ている線ですけども、破壊されているのがわかります。これは車の出しではありません。上のこの部分が10メートルです。車が1.5メートルから7メートルですから、車のタイヤとは一致します。なわち、これは意図的に破壊された線だということになります。 ナスカにはこうした線があります。で、日本と今度はエルブラスタンの関係を見てみたいと思います。北がエルブラスタン、そして甲府ジャパンですね。で、甲府ジャパンにはエルブラスタンを示すいろいろな、まあ、ものが残っています。まあ、例えばですよ。ここに、えー、調子塚古墳があります。 今この調子塚古墳にですね、エルブラさんから線を引いてみます。古墳は、特にこの調子塚古墳は、まあ、各地のですね、例えば、プレハビーアとか、ナスカテオティワカンを示す、えー、ラインが描かれています。その一本がこの線なんですけども、この側線がエルブラさんを示しています。まあ、これは偶然の一致ということにしておきましょう。しかし、これからは違いますよ。この長野県、 まあ、甲府のすぐ隣ですけども、甲府運賃のすぐ隣ですけども、ここに井戸尻があります。富士見町井戸尻です。ここに井戸尻高校館があります。この高校館には、大変奇妙な土器って言われているものがあります。しかし、土器ではありません。まあ、それはともかくも、この井戸尻高校館へ皆さんを案内いたします。これが井戸尻高校館です。ここの学園、学園医の方は大変親切な方で、大変お世話になりました。 ありがとうございました。で、これが井戸尻考古館ですけども、こうした土器が置いてあります。これは土器ということになってますけども、実は土偶なんですね。まあ、それはこれから皆さんにも分かっていただけると思いますけども、これがアフラマズダーのレディーフです。右にいるのがアフラマズダー、左にいるのがミトラです。今、アフラマズダーが中央の王に、 王権、なあち、リボンのついた王権を渡しています。地上を支配する権利を王権と言います。お前がこの土地を支配しろというのが王権なんですね。リボンリング・キングシップと言います。そしてこの、まあ、紙を表す、まあ、文章がですね、頭の後ろについていることに注意してください。これも別のレリーフですけども、やはり右のアフラマズダーがどこかの王に、えー、王権を渡しています。 アフラマズザーです。この中央で輪のついたリボン。これが日本の前方公園、さらには髪飾り、締め縄ですね、の原型となりました。石取りが腰に巻いてる、まあ腰、なってますか、回しの原型もここにあります。さらに、えー、仏教者が使うラクスもそうですね。で、このアフラマズザーと井戸尻の土器と比較しています。 まあちょっと変わった、一風変わったガウン、ローブのようなものを身につけています。そしてこのポコンポコンと出ているのは髪の毛です。そして頭の後ろに王権を表すは、まあ、真剣と言ってみい,いでしょう、を頭の後ろにつけています。で、これが、 髪の毛であるという証拠はもう一つ甲府にこんな土偶が見つかっています。腰から下はこれは復元図だ。まあ当てになりません。そして頭の後ろに輪がついてますね。そしてここにポコンポコンと髪の毛がついています。同じコンセプト、同じものであることが皆さんもお気づきになると思います。ということは右の土器は土器ではなくて頭のないまあ土偶ということになります。同じようなガウンを着ています。ローブというんでしょうかね。 ま、口から半分は消しておきます。そして、同じように似てますが、多分、この後ろには、リボンがついていたはずです。で、ぐるっと回ってみますと、もうお分かりですね。右は、これは土器ではなく土偶の一部っていうことになります。髪の毛が一致しました。で、右の方は、えー、県立山梨高校博物館の方に展示されています。三本指です。 ま顔はこういう顔なんですね。これはマスクあるいはお面と考えられます。で、肩が、まあ、特徴、肩に特徴があるということです。となりますと、頭がないじゃないかと言われますけども、あるんですね。井戸尻考古館には同じようにこの、えー、まあ、航路というふうになってますけども、逆さまにしますと、これがアフラマズダーの顔になるわけですね。帽子をかぶり、そして生命維持装置をつけたアフラマズダーです。 で、これが40センチから48センチだったかなそれからあるんですけども、これがちょうど先ほどの時のところにすっぽりと収まります。なあち、左はアフラマズダーの土偶ということになります。二つで一体ということになるわけですね。で、右がバビロニアのアフラマズダーです。で、結論から申しますと、もう皆さんお分かりですね。日本。そして、えー、マウンテールブラス。 で、その間には類似の土器土偶は発見されていません。日本とペルシャだけなんですね。となると、これは偶然の一なのかそうなのか、出ないのかとなりますと、日本からペルシャに渡ったと,渡ったと考えられます。シュメル人はどこから来て来たのかも誰も知りません。そして、シュメル人がどこへ去っていたのかをもう誰も知りません。すなあち、すべての文明は、 このように関連し合っていて、日本から始まったということになります。日本の縄文文明の方が古くて長くて奥が深いのです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.Hello.This is Hiroshaya i h Shi, Hammam a City Japan.A fuller m e a s u r e in Japan.It's proof and evidence. I say here in this video, Mazda was in Japan." I show you only fact, so it's up to you how to weave or unify these fact into a logical theory. Believe it or not. In Japanese, "Aflamazda wa kono Nihon ni imashita."その証拠と証明, 神の中の神ということになります。そのアフラマザーは日本にいました。これはイランに残るレリーフですけども、右にいるのがアフラマザーです。左にいるのがミトラです。アフラマザーが、まあ地上の支配権を意味する王権を渡しています。丸い輪にリボンがついています。そしてその王権を表すシンボルは頭の後ろにつけるようになっていたように思われます。 リボンが頭の後ろから流れていることに注意してください。すなわち、これが王権を表すシンボルマークだということですねこ。これもまた別のレディーフですけども、やはりアフラマザーが王に、どこかの王に王権を表すシンボルを、リボンのついた輪を渡しています。そして、この同じように頭の後ろに、後ろにですよ、あのその王権を表す、まあ、 シンボルマーク、シンボルをですね、つけていることに注意してください。アフラマーザーです。そして、井戸尻で見つかった、これが土器ということになってますけども、これは土器ではありませんね。独特のガウンといいますか、ローブを身につけています。それから、えー、ポコンポコンと頭の後ろに出ているのは髪の毛です。そしては、はまあそのリボンをつける輪がですね、頭の後ろについていることに注意してください。 これ同じく見つかった土偶ですけども、頭の後ろに輪がついてますね。そして、まあ、ここにリボンのついた輪をつけたか、それあるいはリ,リボンが取れている可能性もあります。ともかくも、ここにポコンポコンと出ているのは髪の毛だということは、これでお分かりになっていただいたと思います。すなわち、右の井戸字で見つかったこの土器は土器ではありませんね。土偶の一部です。そして、この左の方はですね、腰から下は復元図だそうですから、これは想像して、まあ、勝手にですね、 誰かがつけ、作ったものだそうです。ですから当てになりません。で、このように頭の後ろにリボンのついた和を、まあ、王権を表すシンボルマークをつけていたわけですね。そしてこれが、えぇ、ー、甲府で見つかっている土偶ですけども、右が甲府、えー、県立広告館博物館にあります土偶です。同じだということに皆さんお気づきになると思います。 ま、左右反転しましたが、あの、指が、あ三本だということに注意してください。で、顔が同じですね。まあ、これ同じものと見、見ますよね。見、見ます。そして、肩のところに独特の、なんて言いますかね、くぼみのようなものがあります。同じですね。そして、この、まあ、甲府の高校間には、高校館にはですね、同時にこのような、あ奇妙な、えー、土器といいますか、土偶が並べられています。 上は明らかに宇宙服ですね。そして真ん中は歩行、補助装置ですね。そして長靴が、ブーツのような長靴があります。も発見されています。そしてこのくるくるっとしたマーク、注意してくださいね。これは縄文のヴィーナスですけども、同じような、まあ、王を表す、真剣を授かったという意味を表すあの渦巻きが書いてあります。左は、あー釈迦堂で見つかった土器です。 これは何か意味分かってないっていうことだそうですけども、これは逆さまにしていますと、同じだっうことに皆さんお気づきになると思います。大きな目が2つあって、そして、え特にこのヒゲのようなね、生命維持装置のような、まあ、突起物が出てることに注意してください。そして鼻は縦になっています。これは2つともマスクですから、あの、このような形をしてるわけですね。そして、よく見ますと、左右に同じように、まあ、なって言いますか、ヒレのようなものがついています。そして大きな目ですね。そして、目が二重線になっていることに注意してください。 まあ、こうした細かいところまで表現してるわけですね。そして、右の方がギザ高原で見つかった、ドグ、まあ、テラコッタって言いますかね、ド,ドグですわね。で、この首のコンセプト。それから細い首。それから目、大きな目ですよね。そして頭には帽子をかぶっています。で、このようにして並べてみますと、この三者は同じだことに気がつきますが、さらに目の縁を見ますと、二重線になっています。まあ、このように細かいところまで表現してるわけですよね。そして、鼻が長くて、鼻って言いますかね、このか、 ヘルメットがないってことですよね。で、その、まあ、これが、まあ、ギザ高原で見つかった像です。そして、もう一個、この二つを並べてみますと、これらはまさしく同じものってことになるわけですね。同じ工夫、盆地の周辺で見つかっています。そして、この像を頭にはめてみますと、あちょうど私も緯戸尻で見てきましたけども、ちょうどすっぽり入る大きさで、両方、井戸尻の考古館に展示されています。そして右が、アフラマザーです。アフラマザーが、 の頭を見てください。この帽子はですね、えー、ペ,ペルシア周辺でも、今でもこの帽子が使われています。そして、この手ですよね、問題は。これが、なんでこんなスルスルっと丸くなってるかということがわからなかったんですけども、同じ像がですね、えー、メソポタミアの方からで発掘されました。で、このくるっとね、何かこう、 手の指のない手ということになりますけども、これはニンフルサーガです。これは女神の、女神の母ですよね。七人のシュメールの、女神の中の七人の一人です。やはり同じような手をしていることに皆さん注意してください。まあ、山の神とかね、宝城の神とかって言われています。ニンフルサーガです。あれ、ニンフルサーグとも言われていますが、まあ、とにかくこの手で、まあ、謎が解けました。ということで、こうして並べていますと、まあ、なんて言いますか、日本の、いわゆるその、 日本の土偶とですね、あら、と、てから、あアフラマザーの関係がこうして繋がっていくわけです。なわち、まあ、以上のことからですね、この、あの、なんて言いますか、あアフラマザーは日本にいたということになります。というのが今日の話です。まあ、今まで何度もご学校とを述べてきましたので、今日はそのまとめということで、もう一度確認していただきたいために、このようなビデオを作ってみました。皆さん、日本に、 アフラーマズダはいたんですよ。もっともこんなことを言いますと、そんなバカなとかそんなはずはないというふうに否定なさる方も多いかと思いますけども、もしそうなら、私が今日ここにお見せした事実をですね、もう一度、まあ、ご自身の目と目,目でね、見て判断して、そして、まあ自分で考えてみてください。ということで、今日のビデオはこれで終わりますが、いかがでしたかまあ、アフラーマズダも日本にいたと。 もちろん、イナンナも日本で生まれ育っています。エンキもエンリルも日本にいました。いわゆる日本にはオールキャストが揃っていたということですね。まあ、ともかくも、ここに見せたのはですね、全部一人の神。アフラ・マザーだということです。彼は日本にいました。間違いなく言いましたね。と、私は断言いたします。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.